11月25日のケリヒメスイーツ。プレチケ月間も今日で、今日じゃない、今週で終わりか。もっとください。永遠にください。さて、今日と明日でほぼ終わりだな。水曜までね、このアニマコインのとかやってるとはいえ、水曜日の朝で終わっちゃうからね。貯められるだけ貯めておかないと。数百枚手に入れてもちょっと強化するとあっという間になくなる。それだけ強化はしているってことだけども、それでも追いつかねえな。相当いいイベントなんだけどね。こんな簡単に強化、いい強化素材集まるし、経験値も入るし。コインはあるからもう、とにかく回るんだ。でもこれだけいい強化素材たくさん集まってたらね、 70% オフじゃなくても強化する気にはなりそうだな。まだ金はあるってことで。ってやってって、今度は金もなくなり、強化できねえとかなりそう。これくらいプレイしてると、もう問題ないけど、スペシャルボスとかね、地味に入場にコインかかるから、そういうところで、うん、入れないとかなっちゃうと悲しいよな。ちょっと考えちゃった。えい、いいやって思ったけども、もうちょっといいやつ。お、ぴったりじゃないしょう。こうやってね、無駄に時間がかかっていくと、めんどくさいから、えい。プラス5だから、うん、とりあえず放置。まだ、強化してない、覚醒もの、これとか、これ違うか、スーパーロボの武器だと思った。お、これは覚醒武器だった。うん、こんくらいだったら、えい。パラディンのやつ。そういや、よし、だんだん適当になってきたぞ。いい傾向だ。そういや、これは関係ない。これはスパロボ。よし。ああ、まあ危ない危ない。危なくはないんだけど、3400か、ちょっともったいなく感じるね。1個で済ませたかったところがあるが、武器経験値が終わり、ドレスも強化しないと。コインがあるうちに、えい。もう何も考えずこんなに強化できるのが気持ちいい。気持ちいい。この強化期間が終わったら7周年イベントの始まる前後で、始まった日と最終日でどれくらい差があるか見比べるのが楽しみだ。まあそのためにもね、アニバっておかないと。討伐ステージとかもはやもはやいいかなにはなってるけども、パーだと、直気兵使うより新覚醒宇宙船長で押しちゃうか。とはいえ、ここの今回の討伐ボス強くないから、振り属性で挑んでもなんとかなっちゃうかもだね。
宇宙船長もやっぱりドーナツ取ってからが反映されだろうから、これは通常ダメージの方のかな。わあ、跡形もなく消し飛んだわ。できればね、ドーナツを取ってスキル発動の方が、うん、ちゃんとその攻撃になるはず。もうこっちやらねえよとか言ってたくせにやってる。気分変えなきゃってやってるから回りきれなくなる。でもこっちもね、美味しいんだよ。ピンクダイヤモンド2つ手に入るし、で999にしておきたいっていうさ、なんかしてあると気持ちいいじゃん。30ずつぐらいしか上がんないから、次かその次ぐらいでマックスまでいくかな。お、いった、999。今回の強くないからいけるとは言ったけどもどうしようかな、これでいけるかな宇宙船長も、うん、突撃隊長もいないけども、新覚醒ナイトスター、いってらっしゃい。ザク、次のターン何でいくかな。ネクロマンサーでどんくらい効くか。ああ、十分だな、これぐらい減るんだったら。ネクロマンサー合流してもなんとか勝てるっちゃ勝てるだろう。今俺攻撃力が120何万かぐらいかな、まあ、そんぐらいの攻撃力だったら大丈夫でしょうっていう。130万だ、いつの間にか突破してたおめでとう。これも全て7周年キャンペーンのおかげです。なんかこれだけ強化できるとさ、お、だいぶ上に近づいたかなってさ思ったりするけど、上は上で同様に強化チャンスで強化してるから、結局ね、コンスタントにプレイしてる人はみんな強くなってるわけで、差は別に縮まっていないと。まあでも本当の上位になると、もう強化する新規アイテムがないから、強化したくてもできないっていう感じなんだろうな。そういう人たちは何を過ごしてるんだろうな。その今回るべきもの、強化素材としてアニマコインをとりあえず集めるだけ集めているのか、それともピンクダイヤモンドを、うん、金作として集めておくのか。とはいえコインはね、上位層足りてるだろうから、強化素材の方かね。それかスタースイーツストーリーを回ってアイテム交換で新規アイテムを取ってとか、そっちを頑張ったりするのかな。ランキングページ見ると上位層の、うん、ステータス見れるけど、そこまで強化するのはどれくらいやってたんだろう。そこまでのステータスを作るためには眠れぬ夜もあったろうボディービルダーの掛け声みたい。いいね、キャリー、キャリー姫、ハムストリングス切れてるよでも筋肉ついてないね、姫。あれかな、筋肉で蹴ってるわけじゃないのかな足の周りになんか魔法的なものがコーティングされて、で蹴ってるけども、痛みとして痛えっていう蹴り方じゃなくて、なんか反発磁力とか、その魔法力相反する魔法の力とかで反発させて吹き飛ばしてるとか。うーん、でも反発はそんなにコントロールが効かないかな。なんか設定あるのかな、ケリ姫って。あったとしてもなんか筋力で蹴ってるだけですとか出そうでさて、まあ実質今日と明日の、うん、ところでこの美味しい美味しいキャンペーンも終わってしまう。ラストスパート
頑張りましょう。また明日。